こんにちは、八村です。本日なんですが、佐川急便の社員は稼げるのかというお話をしたいと思います。20年、もう30年近い前になるんですかね、なんかもうお金が欲しければ佐川急便に働けみたいなね時代があったらしいんですよね。多分今のね、私の父、まあ親世代とかは結構ね、佐川急便イコールむっちゃ金が稼げるみたいなイメージらしいんですけど、まあさすがにね、私の時代ではそうはなかったんですけど、まあ、昔はね、ほんまに24時間働けますかみたいな時代やったらしいんですよね。でまあ年収1000万超えの人がもうゴロゴロいるみたいな、そんな時代やったらしいんですけど、さすがにね、今の時代では無理ですよね。まあ昔ね、そんなスーパーブラックみたいなね、会社やったらしいんですけど、さすがに労働基準監督署かなが入って、もうそれ一気に規制になって、そっからね、もう全然稼げへんってなってるみたいなんですよね、佐川は。まあ昔は良かったらしいんですけど、今はどうなんかとか、まあ私がやってた時はどうなんかみたいなね、お話をしたいと思うんですけど、まあ正直私がやって正社員で佐川で働いてたんですけど、もうこれもね、やっぱもう何年、もう10年近く前の話になるんですかね、の時なんですけど、まあ正直ね、良くなかったです正直良くなかったですね。もっとね、稼げるんかなと思ったんですよ、正直。佐川急便って、でもそんなに全然、もうほんまに手取りで20ちょいとか、そんなレベルでしたね。でまあそれは今でも変わらないと思うんですけど、まあ班みたいな、まあ言うたらチームみたいなのがあるんですけど、この営業所の中で、まあいくつかの数人のグループがバーっていろいろあるんですけど、まあこの数人でね、まあ担当されたエリアに行くんですけど、週間の量とかでやっぱ変わるんですよ、成績とか、まあこのチームの売り上げみたいなのが変わって、これにね、やっぱこの昇給とか、そういうなんか給料にね、思いっきり響いてくるんで、やっぱりこの当たり外れの班って言いますかね、やっぱりこのエリアみたいなのがあるんですよね。やっぱこういうよく収穫を取れる地域もあったら全然取れへんね場所とかもあるんで、やっぱこういうなんで当たり外れっていうのがあるんですよね。もう当たりのあるところはね、やっぱりいっぱいね、収穫がガーって荷物もらえるんで、数字がね、もう勝手に上がっていくみたいな感じで、やっぱね、そんだけそのエリアに入ってるチームっていうのは売り上げ良くなりますしね、やっぱ出世とかもね、しやすくなるんでね、給料とかも良かったりするんですけど、これでもね、やっぱりそんなに思ってるほど良くはなかったんですね。ただ、去年、2018年ぐらいですかね、佐川急便 SG ホールディングスでしたっけ、の傘下じゃないですか。それでね、その SG ホールディングスが、株式上場、一部上場したんですよね。で、今やね、佐川急便って、まあ、一部上場企業なんですよね。もうすごいですよね。だから、言うたらね、持ち株、佐川急便の持ち株を持ってる方からしたら、もしかしたらね、株バーンって上がったらね、もうこっから一気にもう億万長者みたいになる可能性っていうのはあるんですよね。それも一時話題になって、ニュースにもなってたと思うんですけど、この株価がね、ガッて上がったら、この持ってる株がね、むちゃくちゃ跳ね上がったらね、もうほんまにもう一攫千金ですよね。そんな感じで、一部上場したと、2018年ぐらいにっていうのがニュースになってたんですけど、そっから給料形態っていうんですかね、それがもう一気にまあ良くなったらしいんですよね。その時はさすがに私も働いてないんで分かんないんですけど、これでね、やっぱ今でもこの佐川で働いてらっしゃる方でもいっぱい知り合いとか友達いるんで、そういうのでね、たまに飲みに行ったりしても聞くんですけど、やっぱこの上場企業してから給料っていうかボーナスが上がったって言われるんですよね。で、中途採用、今からね、中途採用で、まあもちろん新卒じゃない限りね、まあ中途採用になるんですけど、中途採用に入った場合っていうのは、やっぱり初めってめっちゃ低いんですよね。年齢って多分こんな関係ないです。そんなね、年齢、まあ新卒とかで入ったらあれなんですけど、普通にね、中途で入ったらこんな年齢級ってそこまで関係ないんで、まあおそらく20万とかなんじゃないかなと思います。普通に中途で入っても。20万
ないと思いますね。あ、基本給はめっちゃ低いです。そう、あの手取りで手取りで話です。基本給はおそらくね、あのもっと低いですね。あの思ってる以上に低いと思っていただきたいです。下手しい十何万とかそんなレベルですね、中途で入ったら。なので普通に年収にしたら、ね、400、500ぐらいだと思います。ほんで佐川急便ってどこで稼ぐかって言ったら残業なんですよね。あの残業してなんぼみたいな、それは今でも変わってないんですよね。ただ制限がありまして、60ぐらいまではね、できるんですけど、60はねもうやっぱ超えれないんで、まあ、マックス60時間ですよね。で大体1日がね、まあ、12時間労働ですよね。佐川急便は大体1日12時間労働で残業しまくって、まあ手取り、まあどうそうですかね、30いくかいかんかとか、そんなレベルやと思います、初めのうちは。なので、うん、まあいいのか悪いのかっていうところですが、ただボーナスがむっちゃ上がったらしいんですよね、上場企業になって。で逆にボーナス上げるために、残業をね減らせみたいな風になってるらしいんですけど、今はボーナスその分出すからお前らもうこんな残業すんなよみたいなスタイルに変わりつつあるらしいんですけど、まあ、残業減らされたらね、やっぱりこの分ね、やっぱ月々の給料下がっちゃうんで、残業で稼ぐしかなかったのに残業減らされて、まあ、ボーナスをねいくら上げられたって言ってもね、そんな期待できないんでね、やっぱ残業させていただけないとね、やっぱ、ね、稼げないんでね、こんなに今は上場企業になってボーナス上がったからといって、年収自体はそこまで大きくね、上場する前とは変わらないのかなと思います。ただボーナスはなんかかなり良くなってるらしいですね。まあ、大体この50から100万ぐらいもらえるらしいんで、かなり良くはなってるらしいんですけど、この俺がいた時なんかではめちゃくちゃ低かったですね。ほんまにもう寸死みたいなレベルやったんで、それを考えるとね、今はめちゃくちゃ良くなってるんじゃないかなと思います。ただ気をつけてほしいのが、佐川急便って俺前の動画でもなんか言いましたけど、営業所によってほんまにもう違う会社ちゃうんかっちゅうぐらい全然違うんですよね。ほんまに営業所によって給料が全然違うんですよ。なので営業所によって営業所の売り上げみたいなのあるんで、このボーナスが全然変わってきます。むちゃくちゃいい営業所やったら売り上げがない、むちゃくちゃいい営業所やったらその分ボーナスもでかいんですけど、全然売り上げがない営業所やったら頑張ってもね頑張ってももう少ないんで、やっぱそれも当たり外れみたいのはありますよね。もう自分一人の力でこの営業所をめちゃくちゃ売り上げ上げたるみたいな、できたらいいんですけどね、なかなかねそこまで一人の力では無理なんで、やっぱ営業所の当たり外れっていうのは多少はあるんで、その辺は何とも言えないですけど、まあ初めの基本給はやっぱみんな低いんで、まあほんまに20ないと思います。全然年齢とか関係なきなしに多分20ないんちゃうかなと思いますね。だから残業でみんな稼ぐしかないんですけど、今はもう残業が、だいぶ減らされてるんでボーナスで稼ぐしかないんですけど、ボーナスって言ってもね、やっぱりいつもうボーナスって怖ないですか、ボーナスを当てにするのって。だから俺ボーナス払いとかできない人なんですよ。いつカットされるか分かんないじゃないですか。今ではね基本給の何ヶ月分とか、まあ、3ヶ月分とかやったのが急にね 1.5 とか1とかに下がってくる可能性もありますし、ボーナスっていうのはね俺そんなに当てにするべきではないと思うんで、あんまりねボーナス上げるから月々の残業減らせみたいな、まあだんだんねそういう全体でそういう動きになりつつあるんでね、まあちょっと怖い部分ではあるなと思うんですけど、まあ、上場企業したからね、まあ、やっぱり福利厚生とか佐川はもともといいんで、やっぱそういう待遇面ではむちゃくちゃいいんですけど、まあ、平均年収的にはまあ400から500ぐらいって言われてますね、佐川は。それはまあ昔からほんの変わらへんちゃうかなと思います。だいたい 4,500 ぐらいなんで、まあでもその体力系なんでね、思いっきり体育会系なんで、ほんでね朝早いし1日12時間労働ですし、休みは月9日ぐらいですね。だいたい俺がいる時もだいたいこれぐらいやったんで、今も変わってないはずですね。月9日なんで、まあ週2以上なんですけど、まあなのでまあそんなまあスーパーブラックっていうわけではないと思うんですけど、いいのか悪いのか、まあでも福利厚生はむっちゃしっかりしてるんで、あそこはまあそういう面ではかなりいいですよね。
あの安定っちゃ安定です。かなりいろいろな手当がいっぱいついてくるんで、そういう面ではかなり魅力だなと思うんですけど、まあほんまに純粋に金だけを見るのであれば、俺は圧倒的にあの委託で宅配やと思ってます。圧倒的にね、委託で宅配ですね。で、あのまあどこの会社でもそうかもしれないんですけど、結構ね、あの働き方としては、まああの大体年齢のピークってあるじゃないですか、どこの会社でも給料もらえる。でね、初め働き盛りはバーッと上がっていって、こう年齢がね上がるにつれて、やっぱ給料ってこうだんだん下がっていくじゃないですか。そんな感じでね、ピークの時は佐川でバーって働いて、で落ちてきた時に委託に行く人とかもいるんですよね。業務委託に変わるみたいな、佐川急便で。そういうのはもう俺は全然ありやなと思いますね。でまあ40、50ぐらいまでは、まあピークの時ぐらいまでは佐川急便でガーって稼いで、で、落ちて給料がだんだん落ちてきたら、もう業務委託で稼ぐみたいなが多いというか、何にもやりますね、そうやって移り変わる人っていうのは。なのでそういう働き方も俺は全然賢い選択でもあるのかなと思いますね。まあ、普通に、金だけを見るのであれば、圧倒的に俺はやっぱり委託だと思います。安定とかを求めるのであれば、そもそも個人事業主になるべきではないと思うので、そもそもね、そもそもそっちに求めたらダメなんで、安定はないです。個人事業主にもうないです。全然ないんで、あんまり金だけを見るのであれば、俺は絶対に委託やと思うんですけど、佐川のね、社員でも、まあ普通に平で、まあ大体500近くは年収あるのかなと思うんで、まあ普通にいい方だと思うんですよね。全体的に他のね、まあ飲食とか工場と製造とかね、まあそういういろいろな職種を見た中で、やっぱ佐川の、給料っていうのは結構いい方なのかなと思います。ましてやね、上場企業ですし、福利厚生もかなりしっかりしてるんで、そういう面ではむちゃくちゃいい会社なのかなと思います。ただしんどいですけどね。ただしんどいです。それはもう間違いないです。逆にね、こんだけしんどい思いしてこれだけかっていう人も多いんで、やっぱ辞めていかあるんですよね。基本給は低いんでね、基本的には佐川は。残業で稼いでなんぼなんで。まあ、これからね、軽貨物やろうとしてる方で、佐川の社員か軽貨物個人事業主かって悩まれてる方はね、金だけを見るのであれば、完全に俺は個人事業主で委託やと思うんですけど、まあ一回ね、佐川に入ってそういう佐川の、仕組みというか、そういうのを学びたいとか、佐川急便で社員でやりたいっていう方はね、全然いいんじゃないかなと思います。それなりに、まあ、500近くは稼げるので、年収。まあ、全然いいかなと思いますね。まあ、ただ、ボーナスがかなり上がったっていうのが、まあ、魅力かなと思います。上場企業になって、そういうふうに聞いてるんで。まあ、そのね、私の、まあ、この友達がいる営業所が、ただ単に売り上げもちゃいいだけなんかもしれないですけども、でも、まあ、全体的に見てもかなり上がってるって聞いてるんで、まあ、いいかなと思いますね。なんてね、上場企業ですからね。素晴らしいですよね。いや、すごいです。ほらね、織田裕二さん CM 使ってやりますよね。SG ホールディングスって。いや、すごいですね。金持ってんなと思います。いや、ほんまに金持って、これからね、ほんまにね、株ね、上がるんちゃうかなと思ってますからね。これ持っとけばよかったなと思いますね。持ち株会みたいな、確かあるんですよね、あれ。持っとけばよかったなと思います。はい、すいません。こんな感じでね、佐川の年収、佐川急便一体どれぐらい稼げるのかというお話とおすすめをさせていただきました。もう全然ね、普通に正社員でどっか探してるっていうのであれば、佐川急便もありかなと思います。まあ純粋に金だけっていうのであれば、個人事業主の方がいいのかもしれません。はい、今日はね、佐川急便の話をさせていただいたんですが、他にもね、軽貨物もしくは軽貨物以外のお話とかね、いっぱいこれからしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。他にもね、お金の稼ぎ方とか、俺はこういう風にして稼いできたよとか、こういう稼いでる人がいたよとかね、もういっぱい喋りたいことあるんでね、順に動画にしていきたいなと思いますので、お楽しみください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。